天気やで今日は。コラボです。あ、そう、あ、そう、僕状況よく分からずに来てるんで。こういう風になりますよと分かりました。分かった。どうする？買うよ。買いますか？富澤梅雄のエンジョイ不動産、リフォームしたら倍儲かる激安投資物件。三浦まで来ましたけど、はい、これはあの一から全部説明してくれます、はい、日本全国に、まあ、いろんな不動産ありますけど、はい、いわゆる不動産情報誌とか、はい、まあ、インターネットで見れる、うん、そういうサイトで見れる物件じゃない物件っていっぱいあるんですよ、はい、そういう物件を紹介して、いや、こんないいとこあるよ、実は安いよっていうのを見てもらうっていうのは非常に興味ありますよ。そうですか。私は本の家夜逃げとかした家は気をつけて、これは安いでしょ、この高さは今回ですね、このバック見ていただくと分かるんですけど、ちょっと今日富士山が見える、オーシャンビューで富士山ビューです。この辺で結構あのよく CM と撮影とかでも使われるんですけど、ロケーションがいいんで、めんどくさそうやな。こういうのはちょっとあるかもしれないですけど、もう近いんで距離が、あれこここっちじゃないの？いやいや、こっちは違います。めっちゃ葉っぱ触れるやん。なんか宝物がありそうな雰囲気ありません？全然ない。ないですか？これ、この平屋です。あ、これはでも、ちょっとね、今あの半年ぐらいちょっと放置したんで草伸びてますけど。うん、これちなみに築100年超えですね。いや、築って言うけどこれ建ってるとは言わんで、これこれ、まあ、あの上がってすぐ、まあ、リビングというか居間というんですかね、はい、があって、右手が右回り、水回りですね。これ足元ちょっとふかふかしてるんで、これちょっとここはちょっと怖いわ。もう根太がいっちゃってるんで、うん、あ、ここもやばいやばい、はい、でこっち側にあのキッチンがあるんですよ。こっちに作り直したんです。どういうことだな、水回りはどうなんですか？あっち増築部分なんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、そういうことか。で、トイレはボットンになります。いや、ボットンでもええんやけど、はい、今はほら、その、なんていうんですか、簡易水洗ですか？うん、簡易水洗とか、はい、ボットンやけどボットンじゃないできます、ね、っていうのができるやんか、ふわっとこういうやつですね、うん、はい、それにはできます。飛行機みたいなやつの、はい、うん、そうです。まあ、あの全部これ草刈り大変ですけど、まあ、100坪あるんで遊具を置いてみたりとか、なんかバーベキューするような感じで富士山見ながら。これでも住めるように直すのに、うん、どうする、これ売り物にならんやろ。これ正直売るんやなんぼで今値段出してる。この状態ですか、うん、この状態で100万円です。この状態で100万はちょっと高いよな。土地が100坪あるんですけど、うん、評価額が1000万です。あれ変わった、どういうの共同担保に入れればビル建てますよ、ポンと。それお前、あれやで、今すぐ金払うけど100万円です、これで1000万の価値やろ、はい、なんかそのまま銀行走り込むけど、これだから共同担保用にどうでしょうかね。共同担保ってどういうことですか？何かちょっとパリッとした物件を買うための銀行さんへの、うん、プレゼント、プレゼント、まあ、あのそこに抵当権打ってもらってビル建てましょう的な。かわいいな。いや、もう全然いけるよ、それ。そんなんやったら、もうちょっと下ろしに行こうや。どういうこと？飛び地になってる。これです。これ？これ。どういうこと？これ三角になってる、うん、この敷地は、うん、飛び地になってるんですけど、オーシャンビューなんですよ。小屋でも建てて、ちょっと休憩所として提供して、近隣の方に。せいさんとこの飛び地どう疲れます？地元にさ、あのその地域の地主の息子みたいなのおんだけど、はい、要防火水槽を寄付するよね。あの火事になった時のっていうね、はい、田舎の方は、はい、じゃあこの先ほど見ていただいた平屋がどうなんのっていうのを実際見に行きましょう。行こう、はい、じゃあ行きたい。
先ほどのところから歩いて10分ぐらいなんですけど、うん、同じエリアで、まあ、富士山も見えて、目の前これ分かります？ヨットハーバーです。めちゃくちゃ、何？対岸にさ、はい、れた建物がいっぱい建ってるやん。あれはヨットクラブとか、今はもう建てられないですよ、あそこは。あ、そうな、はい、市街化調整区域といって、家もう建てちゃダメですよってなるんです。カフェがあったりとか、まあ、そういったヨットクラブがあったり。ヨットっていうのがすごいかな。クルーザーじゃなくて、このヨットっていうのは本当に贅沢な。決めた、ここでね、かき氷屋をして寄せし過ごす。そのリフォームしたこの物件がこちらです。洒落てるじゃん。どうですか。いやいや、もう十分やで。これで築25年です。マジで、はい、相当いじったね。そうですね、だいぶお金かかってます。ああ、もう入っていいですか、うん、はい。あ、すごい。あ、ちゃんとリフォームしたて、はい、こういうところってセカンドハウスで買う方が多いんですよ。多いよ。ちょっとオフィスにできるように、うん、あのこれソファーとか置いてこうテレビ置けるようにしてあるんですけど、うんうんうん、来客があると思うんで、それをちょっと広めにちょっと遊びの空間取ったんですね。これはですね、ドイツのカルデバイっていうメーカーの放浪の浴槽専門に。放浪ってあの最近ないよな。ないですね。まあ、でもヨーロッパの人はこういうの好きで、まあ、ドイツのカルデバイからと取り寄せて、もうせっかくなんでリゾート気分でつけちゃいました、うん、これが相当リゾート気分を高めるよね。ここも出れて、はいはい、ここはもう、はい、ここで日向ぼっこして汗かいたらすぐお風呂も入ります。あ、これ全部デッキ一周回してるんですよ。イエロー、あ、回廊になってる。回廊になってます。なのでこのまま上のデッキも上がれるし、ほんまや、海に入りますよね。まあサップとかシーカヤックでシャワー流してそのままここを歩いてきてお風呂場に行けちゃう。これ回廊になってますよ。ほら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 、はい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 、うわー、いいやん。これ元々はどんな物件だ？なんか写真とかあるの？あります、あります。まあ、こんな感じで。今、鉄骨のデッキ組んでますけど、木で。ああ、木やったな。で、まあでも、その当時、25、四半世紀前は洒落てたなぐらいの。そうですね。うん。な、はい、感じやな。そうです、そうです。この2階のリビングですね。2階のリビング。まあ、ここが普段はメインで。そうです。使う方がいいね。はい。金かかってるのよ。これ階段右側で、もともと制作の時ここ階段があったんです。なるほど、はい、そうすることによって何が増えた？もう窓4面あるんですけど、はい、全ての窓を使えるようにしたんですよ。ああなるほど、はい、あだから階段があることによって使えなかった窓があったと。はい、はい、あとここに階段があったら、ここにちょっとダイニングテーブルを置いたりとかしたかったんですよ、ね、なるほど。じゃあ、はい、25年前にあのさっき写真で見たあの状態、はい、あれはいくらで買ったんですか？880万です、ね、土地もついてやったんですよ。全部建物土地込みで880万で買いました、はい、買いました、いくらかけてリフォームしました？解体も全部屋根から外装からやったんです。もちろんそうやね。これは1500万、買うた時よりも、はい、もう買った値段の倍ぐらいかけて、倍近くかけて、はい、で今5000万で売り出してます。へえ、ほんなら2000万ちょっと。そうですね。さっきのさ、あの飛び地の穴があったやんか、はい、あれも金かけりゃこうなるってことなります、ね、あるんだ。でもこの状態にするのには 4,5 千万だからな。いや、それかかんないし。かかるのか。かかるんです。1500から1800万ぐらいで。なんでよ。普通に新築建てるのも大体2000万ぐらいで建っちゃうんですよ。あ、そういうことか。はい、なので、まあ、新築建てるようなもんですよね、もうあそこは。なんかボソボソやってますけど。で、みんな大丈夫ですか？何か
じゃあ改めて、うん、先ほどのボロ物、まあ、ボロ物件っていうのは、うん、あのさっきの平屋、うん、見ていただいて、うん、こういうふうになりますよと分かりました。分かった。どうぞ。いや買うよ。買いますか。買うよ。で、あそこ買ってじゃあどうされるんですか。あれいや、あれは担保に金借りる。あ、金借りる。はい、うん、で、直すんですか。直さないよ。直さないですか、うん、で、あのままで価値ある言うてて。まあ、まあ、共同担保がありますんで。そうやろ、はい、だからあれを担保に金借りて別の物件買うわけ。なるほど。それをまた担保に金借りて別の物件買うわけ、はいはい、で不動産を目指してるんです。じゃあじゃあほんでこういう一きれいな建ててリフォームしてきれいにして売るわけ、はい、なるほど。売るんですか。そこで初めてお金になるというね、はい、この見立てどうですか。いや、だいぶ甘いと思いますけど。そこにはいろんなことが出てくるんで。どういうことが出てくる。まず普通の人が売り買いっていうのを繰り返して反復継続するとダメなんですね、宅建業法って。宅建業者の背の免許はいるんですけど、誠司さん多分不動産会社としての業者としての免許持ってないと思うんで。うん、いや、お前持ってるだろ。持ってます、ね、ほんのよ。一応私はそれ持ってるので個人でバンバンやれるんですけど。あ、やりましょう。やじゃあもう買って、うん、なんかこうわらしめ的にそうそうそうどんどん大きくしていく様子やりましょう。そうそう、それをやろう。あ、やりましょう、やりましょう。そういう不動産屋巡りに尽きるやろ。そうですね、うん。